クアンティックドリームは1997年に設立されたフランスのパリに拠点を置くゲーム制作会社である。映画やゲームのモーションキャプチャも引き受けている。1999年に PC とドリームキャスト用ソフト、オミクロン、ザノマドソウルを第一作目として開発。このゲームの音楽はデビッド・ボーイが担当している。その後、 クオークというゲームを開発していたが後にキャンセルされた。2002年にファーレンハイトの開発に着手し始める。このゲームではプレイヤーの選択によって様々なストーリーが楽しめるインタラクティブシネマ技術が取り入れられた。ファーレンハイトは発売前から世界的に高い評価を受けクアンティックドリーム公式サイトによると80万本を売り上げた。2005年には PS3 用ソフトヘビーレーンから心のきしむときマイナスとオミクロン2の開発を発表ヘビーレーンから心のきしむときマイナスは2006年に行われた E3 で発表したデモ映像で鮮明なグラフィックなどが高い評価を呼び2010年に発売された後200万本の売り上げを記録したヘビーレーンから 心のきしむときマイナスが3タイトルを獲得した英国アカデミー賞バフタのビデオゲームアワードで刑事はゲームは同じものを求めてきた強さを持った悪に対抗する主人構造はゲームの中ではごく一部にしか過ぎない他に存在する様々な物語感情は画期的な材料になりつつあり我々は今後これらを取り入れることができるだろうとコメントしている ヘビーレーンから心のきしむ時マイナスのダウンロードコンテンツが配信されたが、デイビッド・ケージはヘビーレイン2の開発は予定していないと明言した。クアンティック・ドリームは現在2つのプロジェクトに取り掛かっており、ケージによると次のゲームはシリアルキラーではなく感情に焦点を当てた作品になるという。2011年8月 C がインフラワールドを 商標登録し、クアンティックドリームの次回作との噂も出た。インフラワールドはクアンティックドリームでの開発が2006年に中止されており、ヘビーレーンシンのキシムとキニコのタイトルを使ったイースターエッグが発見されている。2012年3月7日、ショートムービーカラが発表され、モーションキャプチャーを用いた新しいゲームエンジンを PS3 上で動かせてみせた。 ムービーでは考えるという思考を発見してしまった最新型アンドロイドとその彼女の思考に対するオペレーターの葛藤が描かれている。ムービーは1年以上前に新エンジンが開発され始めた際に作られており、新エンジンは開発段階だが機能は50%ほど向上したという。ありがとうございます。